こんにちは、ジュンです。今日は日比谷にあるドライビングレンジ日比谷に来ています。三菱ケミカルさんから新しいシャフトが出た、女性向けのね、新しいシャフトが出たということで、それを仕出しにやってきました。ちょっとね、詳しくは、クニシさんに紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピース専用 の、 あのシャフトブランドを発売することが決定いたしました。はい、他でも選択肢が広がるようなあのシャフトのラインナップを少し考えて発売したいなと思って企画を進めてまいりましたので、柔らかいのはこの色とか硬いのはこの色っていう風に分けてないので、あの本当に中も外も自分がこれがいいと思って気に入っていただいたものを使っていただけるようなあの組み合わせを用意してます。で今回ですね、シャフトのタイプを実は2種類用意してまして、で1つは、ナンバー3というシリーズなんですけれども、そちらは、大体女性のファンの方で玉が日によって行く方向が違うとか、右行ったり左行ったりとか、なかなか安定しないなっていう方におすすめの、操作性重視のシャフトがナンバー3になるんですね。で、もう一つのパイプがナンバー6になるんですけれども、そちらはあのだんだんこう球がまとまってきたなっていう方が、今のクラブだと少しこう軽さであるとか柔らかさに物足りなさを感じている方が、もうちょっと飛ばしたいなっていう、まあ簡単に言うと飛距離重視のタイプ、この2種類で今回ご用意してますので、あのそれプラスそれぞれ、シャフトの重さと硬さが4種類ずつになりますので、トータル8種類、8種類、はい、ご用意がございます。確かに柔らかい感じがするので、重さはね、そんなに軽いとか重いとかは感じなくて、どっちかっていうと柔らかいんで、振り、私の場合はちょっと思いっきり振ったらどっか行っちゃいそうだなって感じがするので、軽くできるのかすごい打ちやすいですね。なんかバラつかない感じが。どのあたりが？なんていうんだろう。ミートしやすい感じがしますね。なんか無理やりクラブを当てるとかいう感覚じゃなくて、振ったら当たるみたいな感じがして。で、当たり心地も軽くないから、なんかしっかり打ってる感じはします。あのレディースのクラブって当たった感じがあんまりしなくて音だけいいっていうイメージなんですけど、なんかそうじゃなくてしっかり当たってるんで、振ってる感じもすごい感じます。今おっしゃっていただいた通りで、実はこの03の方の、あのナンバー3の方のポイントとしては、あの先の先端の部分から中間にかけてのこの辺を少し硬くしてますので、あのそれによってヘッドの何て言うんですかね、挙動をぶれないように押さえてる部分があるので、あの今コメントいただいた通りで、何て言うんですかね、その毎回ヘッドが同じところを通るように、あの狙って作ったシャフトなので、あちこち散らからないっていうのはそこですね。見た目どうですか？見た目はなんか女性が好きそうな可愛い柄と色ですよね。これ色が3種類、はい、3種類で、ピンクの他にグリーンと、これなんていうんですか、ベージュ、シャンパンゴールド、シャンパンゴールド、はい、シャンパンゴールド、女性が好きなシャンパンゴールドです。はい、この色も可愛いですけどね。色って大事なんですか、やっぱり。まあやっぱ女性はクラブの色とか、でもあんまりそういうのを気にしてるところがないじゃないですか。だからこういうのがあるとやっぱ嬉しいなとは思いますね。これは何ですか、そして重く硬くしてる、はい、同じナンバー3、ナンバー3、はい、はい、確かになんか力ある女性は結構ブンブンするじゃないですか。これぐらい硬くて、なんだろう、振れるっていうクラブはすごい振りやすいかもしれないです。これなんか力ある人がさっきのやつ振っちゃうとただ暴れちゃうと思うんですけど、なんかこれぐらい硬かったりすれば力ある女性でも思いっきり振れそう。さっきのタイプ3の特徴は感じました。
あ、横に行かないですね。なんだろう、さあ、あえて曲げてみます。おお、来た。曲がるか。あ、曲がんない。あんま曲がんない。曲がらないです。振り遅れたまま当たってる感じがしないってことだ。なんか、うん、勝手に戻ってきてるのかなっていうのと、でも今全然振りに行ってないし、手固めで開いて打ってるんですけど、うん、あんまり曲がんないなっていう感じがします。飛ぶタイプの飛ぶタイプ、タイプ6。はい、3と6ってのはどういう思いでつけた名前なんですか？ですね、もう率直に開発過程で試作を何タイプか行ってるので、何本かシャフトの種類があったんですけれども、その中で一番評価の良かったものをそのまま開発ナンバーを持ってきてるので、3番目のシャフト、6番目のシャフトが良かったっていうのをそのまま、はい、持ってきてます。もう一度40の R で戻してます。これ06、はい、06の軽い方、はい、おお、もっと返ってるのかも、さっきのクラブ。でもなんか初速が違うから、全然さっきのクラブはどっちかっていうと、私の近くとスラッチ、ストレートからスライス出るんですけど、どっちかというとまっすぐっていうか、多分泥気味に出てくる、うん、今合わせちゃったんですけど、でもさっきより飛んでます、ね、飛んでる。全然球の最初の勢いが違う。あ、今言うのスカスカ完璧に飛んでったよ。今んとこノーカットで上げてるけど、メーカーの言ってる通り打てる、そのやばい人間シダマシン感がおかしい。おかしいですよね。そうですね、本当にありがたいことありがたい。でさっきの硬くするよりかは柔らかい状態でシャフト変えたら飛んでるんですよ、ね、そうですね、数字的なスコアは同じでも、シャフトの動きを変えることによって、その人のスイングに合ったものっていうのは必ずこうマッチをしてくるので、06の範囲の 50SR、 06の 50SR。 飛んだ、飛びますね。ありがとうございます。シャフトで飛ぶんだね。また、速い感じがしますね。さっきよりもクラブが降りてくるのが。へぇ。捕まえに行くのが簡単なの。おぉ。今出て。今当てに行っちゃう。本当にコメントをいただいている通りの設計を狙ってやってるので。そうなんですか。はい、こっちのタイプはどちらかというとスピーディーにしなり戻りをするような形でちょっと狙ってやってますので、そういう意味では捕まりはこちらが多分上がりますし、あと球の上がりも少しさっきのタイプよりもいいかなと思います。こっちの方がね、なんか私の場合だと思ってますね、やっぱり。おお、いいね。安定してますね、球が。じゅんちゃん、よくほら18ホール触れないよってよく調整しに行くじゃないですか。はい、でもそういうのあります？今ですか、うん、このクラブだと。もっと打った方がいいのかな。もう一つ硬いのがご用意ございますので、ちょっとそれに変えてみます。それは私きつそうな気がする。これでもっとブンブン振り回せる人の方がいいのかも。これでブンブン、うん、これで私だとちょっと振り切れてない感じがするんで。あ、じゃあこの R とこれの間が欲しいっていう。さっきの R で十分なんだ。いいなって感じ。これだと
もっと触れる人の方が良さそう。ああ、なるほどね。力あるみたいな。ああ、私はブレイクだから。ああ、そういうことだ。そういうことだ。できれば、多分全然これはいいと思う。あ、ちょっと引っかかっちゃうかもしれないよ。40の R を最初に打って、次は50の SR。 はい、そうです。で、次40の SR。 はい、はい、間になります。40の硬い版。ああ、硬い版。軽いな。軽いです。うん、軽いんで、さっきのが多かったからすごい軽く感じた。おお、来たじゃん。振りやすいですね、やっぱり。私はこれぐらいが。これね、ただのシダマシーンですよね、この人。疲れた。ああ。どうですか、何か違いありました？なんか、ああ、なんだと。でもなんだ、私ちょっと軽すぎるのも苦手なので、コースで打つんだったらさっきの方が打ちやすいかなって感じですね。これだとなんか逆に暴れそう、暴れそうってなんか触れなそう。はい、ある程度重さはあった方が、もしかしたらあの安定感というところに対してはすごくあのいい方向にいくのかなって思います。そんなこれも軽くて打ちやすいけど、やっぱちょっともうちょっと重い方がコースとかでは安定して振れるので、やっぱその前、1個前のやつの方が良さそうな補充 SR が気がします、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。打ってみて、打ってみるというか、まあ、普通やっぱ 最初にご説明あった通り、女性のシャフトって 2種類とかしかなくて、あのそれ以上重くしたいなとか触れるようになりたいってなると男性シャフトになっちゃって、それは 重量が重すぎてやっぱ触れないっていうようなイメージがすごいあったので、こういうふうにあのシャフトをあの選べる、硬さと重さをそれぞれ選べて8種類もあるっていうのはすごくあの女性のゴルファーのためにはいいと思うので、あのぜひあの女性のクラブが軽いしグニャグニャしちゃってやりづらいなって思う方がいたら、ぜひ、ね、試してみてもらいたいなと思いました。その方はどなたですか？真ん中の方は。あの設計者の松原さん。シャフトの、はい、はい、シャフトの松原と申します、はい、どうですか？すごい、本当に03は本当曲がらなくて飛ぶっていう風に作ってて、06の方は本当飛び特化っていうか、まあ、捕まる、まあ、右にスライス気味の人にはもう06っていう感じで作ったので、まあ、本当に設計通りに打っていただいてびっくりしました。シダマシーンでした。確かに06は捕まったので、やっぱ左目かストレートからドローボールみたいな感じで打ったので、まさに飛ぶクラブなんだなっていう感じました。でも、はい、こういう普通の、普通、まあ上手すぎですけど、普通の女性が打つってことを想定されて作ったんですよ。あ、そうです。もうリシャフトを考えてるのは、その普通の女性のレディースクラブからステップアップしたいなっていう方のために作ったので、うん、まあ、あとはもう可愛いものを作りたいっていう方ですね、うん、デザインがね、すごいまた可愛い。はい、今回3色展開でご用意してますので、はい、ごめんなさい。結構ゴールドとか本当どんなヘッドにも合わせやすいと思いますし、白でも黒でもグリップが何色でも全然、ピンクはこうやって同じ色で合わせてもらっても、なんか反対色とかで合わせてもらっても、もう本当にお好きなように、お好きな色、お好きなスペックから選んでください。嬉しいですよね、なんか女性もこう選べるっていうのが出てきたっていうのがなかなか今までなかったんじゃないかなと思います。エルディオというショットです、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。